将棋の西山智香女流三冠イコール知られ、女王、女流王将イコールが4日、東京、渋谷の将棋会館で刺された朝日杯オープン戦一時予選で安倍コール七段に勝利し、直近の公式戦成績が13勝7敗に到達。10勝以上かつ勝率6割5分以上のプロ棋士編入試験受験資格を満たし、受験の意向を表明した。西山の師匠、 伊藤博文七段がスポーツ放置に激励のコメントを寄せた。今朝の対局は今までないほど、師匠の私も緊張しました。プロ編入試験を受けると言って、嬉しいの一言です。前から私の夢は、男性と同じ騎士の家系図に西山さんと一緒に乗ることでした。試験を受けると言ったのは、師匠高幸だと思います。ぜひとも試験合格祈ります。 おめでとうと言いたいのですが、ここからが本番です。頑張ってほしい。